す。アです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ、週明けもお得情報満載ということで、今週もやってきましたキャンペーンまとめ動画ですね。今回は10月の7日から10月の13日までの来週1週間で開催されるキャンペーンを主にピックアップして、僕なりに簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。 ということで、まずはペイペイからですね、10月からのペイペイは街角ペ a ペ p 第1弾ということで、こちらは僕の動画でも何度かお伝えしています、キャッシュレス消費者還元事業のお店であれば、最大で10%還元されるキャンペーンが開催中です。期間は11月の30日まで最大で10%還元で、対象のお店はこの出ている画像が目印となっています。 ペイペイでは他にもこちらですね。画像を2つ出してるんですけども、まず左の方の、まあ、ユニクロとペイペイのコラボキャンペーンでして、こちらは10月の22日までの間、ペイペイでヒートテックを1枚買うと、もう1枚が無料になるキャンペーンが開催されています。ちなみにお一人様1回限りとなっていますので注意が必要ですね。まあ、僕も先日、ペイペイ感謝デーで行ってきたんですけども、もし行かれる際は、事前にユニクロのアプリをインストールしておくことをお勧めします。そして右の画像なんですが、これはこのまとめ動画の1つ前の動画 動画でも紹介しましたペイペイとラインペイのコークオンのコラボキャンペーンが開催されます対象のコカコーラの自動販売機で毎週最大200円が戻ってくるキャンペーンということでこちらは来週の10月の7日から11月の3日まで開催されます詳細は昨日の動画をご確認くださいあとペイペイではスーパーマーケットライフで10月の10日まで10%還元であったりとかリディ,ディのタクシーが半額などのキャンペーンなど、まあ、ペイペイに関しては他にも様々なキャンペーンが開催されていますのでぜひ。 ご自身のライフスタイルに合ったキャンペーンをうまく利用してみてください。 次は楽天ペイです。楽天ペイでは全店舗対象、期間中ずっと5%還元のキャンペーンが開催中です。期間は12月の2日まででして、こちらは専用ページでエントリーが必須となっています。キャッシュレス消費者還元やそうでないお店で決済をしても最大5%還元まで受けることができます。まあ、楽天カードをお持ちの方であれば最大6%還元受けることができたりと、まあ、楽天ユーザーからしたらかなりお得なキャンペーンとなっています。楽天ペイではもう一つこちら、楽天ペイとセブンイレブンのコラボキャンペーンが開催中です。 ですセブンイレブンで税込み711円以上のお買い物を楽天ペイで決済をすると抽選で1万ポイントが当たるキャンペーンそしてお支払いした方全員に150ポイントがもらえるキャンペーンが開催されています同じくこちらもエントリーが必要となってましてこちらは11月の1日までのキャンペーンとなってますのでセブンイレブンで楽天ペイを使われる方はこのキャンペーンを利用してみるのもいいと思います次は D 払いですねこちらのキャンペーンはあと1週間と1日となりました D ポイント20%還元のキャンペーンが 開催中ですエントリーが必須となってまして期間は10月の14日まで上限は1回あたり1000ポイントそして期間値は3000ポイントとなっています次は au ペイですねこちらは au ペイとセブンイレブンのコラボキャンペーンが開催中です期間中セブンイレブンで au ペイ決済をしたら最大でも20%還元を受けることができますこちらもエントリーが必須となってまして期間は10月の14日までこちらもあと少しで終了するので利用される方は要チェックですね次にオリガンペイなんですけどもその場で3%オフのキャンペーンが開催 開催中です。期間は2020年の1月の31日までキャッシュレス収者還元のお店であれば、最大でも8%の即時ポイント還元を受けることができます。ちなみに、クレジットカードやデビットカードの場合は1%オフの変更となってますので、こちらはお気を付けください。そして、残りのクイックペアカード関連のキャンペーンでですね。jcb で20%還元。こちらは apple Pay や google pay での掲載が必要になってます。次にアメックスではホームセンターや家電で20%還元でみずほではみずほウレットの20%還元。こちらは？ デビットでの決済が必須となってます。そして、三井住友で20%還元という感じですね。ま、あこれらに関しては該当の方やそうでない方もいらっしゃるので、ご自身でぜひチェックしてみてください。最後にまとめです。まずは米関連からですね。上から paypay ペイペイの最大10%還元が11月の30日まででヒートテックのキャンペーンが10月の22日までスーパーマーケットライフの10%還元は10月の10日まで、これはあと少しですね。そして、ディディのキャンペーンは10月の31日まで。そして paypay ペイペイと line pay とコークンの自販機のキャンペーンは？ 明日から開催でこちらは11月の7日までそして楽天ペイに関しては最大5%の還元はこれは12月の2日までで楽天ペイとセブンイレブンのキャンペーンは11月の1日まで D バライに20%還元は10月の14日まで AU ペイとセブンイレブンのキャンペーンは10月の14日までそしてオリガインペイに関しては来年の1月31日までとなっていますそしてカード関連なんですけども JCB は12月の15日までアメックスに関しては10月の31日までみずほに関しては12月の15日まで三井住友は12月の21 7日までとなっています。 そんなこんなで今回は来週約1週間10月の7日から10月の13日の間で開催されるキャンペーンをざっくりですがまとめさせていただきました。まあ、これをご覧になっていただいている視聴者さんは先日のあのペイ感謝で行かれましたでしょうか。僕もあの先日生配信でお伝えした通りバッチリ計画通りにうまく進めれて特に問題なくあの買い物ができました。まあ、かなりあのツイッターとか見てると混雑していたと拝見しました。またですね、その件に関してはあの視聴者さんからもどんな状況だったのかっていうのをいろいろと伺って いたいと思いますので来週またどこかのタイミングでライブ配信をしたいなと思ってますまあそれに関しての日程が決まり次第僕の動画もしくは YouTube のコミュニティ欄でお知らせをしたいと思いますのでまたぜひですね皆さんと一緒に盛り上がっていきましょう一応今回お伝えしたキャンペーンなどの公式リンクそして明日から開催される PayPay と LINE Pay の高校の自販機のキャンペーンを説明した動画のリンクも下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということでまた明日月曜日からもぜひですね頑張っていきましょう。うとということで 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。